没入の力って鍛えられるんでしょうかと。どうやったら没入していくのか、集中していけるのか、ゾーンに入れるのかっていうことですけど、これはまあ、集中する機会を増やすってことですよね。スポーツをするとか、えー、座禅を組むとか、マインドフルネスなことをするということで、まあ、あの、このゾーンに入りやすくなるとは言われてますね。まあ、好きなことを一生懸命やるとか、熱中するってことなのかなと思いますけど、わかりやすく言うと。 まあなかなか鍛えるのは難しいですよね。はい。うん、そうだね。だからなんかこの集中するときの感覚とかを一回つかむといいんですよね。お祭りのときの感じとか、なんかみんなでわって盛り上がってるときのこの感覚っていうのを一回つかむと、もう一回自分で、あ、あのときのことをやればいいんだっていうふうにつかみやすくなるんですけどね。 うん、まあ、ちょっと自分が集中してるときとか、ゾーンに入ったときのことをちょっと一回思い出してみて、えー、見てください。そうするとちょっと感覚はつかめると思います。